タンク機関車とは、蒸気機関車の一種で、水、石炭を、機関車本体に積載する形態の機関車を指す。タンク機関車の特徴は、一部を除き小型のものが多く、小回りが利く上、後部の視界も良くバック運転が容易であることから、路線を選ばず使用ができることである。欠点としては、燃料積載容量が少ないことから、長距離運行には適さず、 また、道林場に直接水と燃料の重量がかかるため、水や燃料の残量が少なくなると軸重が落ちて、牽引力が下がってしまう、などがある。よって、世界各国をはじめ日本の国鉄でも長距離輸送では、ほとんど用いられなかった。逆に、都市近郊のローカル線や短距離の私鉄路線、産業用鉄道のように、走行距離が短く、 石炭や水をすぐに補給できる環境では広く、用いられ、また小回りが効くことを生かした構内の滑車や客車の入れ替え、大割り家を要する長大編成列車の発車の補助、故障者の牽引等にも力を発揮した。タンク機関車と反対に、水、石炭を別の車両に積載する形態のものを、テンダー機関車という。なお、蒸気機関車の歴史上においては、 テンダー機関車であっても水タンクを設置して、その重量を粘着性能向上に活用する例が、勾配選区用の機関車を中心に見られている。水の積載方法については、次の5つがある。ありがとうございます。